田さん、はい、久渡選手以外の3人に一メンツもない。すいません、なんてことがあるんですね。これが格差社会なんで。すいませんが、どうしたらその上流階級になれるんですか、麻雀っていうのは。久渡に聞いてください。後で聞いておきます。知ってますよ彼は。教えてくれるかどうかですね。さあ萩原です。もうね、これバカにしたようなツボでしょ。神様が数層先切りした数層かぶり、はい、そこでリアン層欲しいところで3層が来るってね、ちょっと神様に文句言いたくなるようなツボですよね。さあここでやっと一メンツ。うわ、やがて出ていく難はどうなっちゃうんだろうって感じですよね。萩原2、3、4、3色が見えてくるか。久渡はすでにいいシャンテンになっている。リーズも南南1、2、3、4、倍満積もると10万点ですよ。あら、南アンコになってリーチすると、南がアンコになったらリーチしますから。久渡はそうですね、そういうタイプですから。いや見てきましたよ、レギュラーシーズンでもそれリーチするのっていう。あ、老朽層アンコ、あの入ってもリーチですからね。うんうん、で倍満ですから、捉えられるようにね、積もったら、はい、そしたら10万点プラスになっちゃいます。ファイトグラブ、レギュラーシーズンの自分の記録を自分で塗り替える。赤だらけ、赤が増えました。パーピンと入れ替えます。レギュラーシーズンの自分の最高得点記録を塗り替え、あ、ファイトクラブのマイナススコアを一戦で返す。はい、恐ろしい男ですね。今シーズンのっていうか通算ですよね、 M リーグの3シーズンの通算10万点はないですよね。あ、ないですね、はい、他3社が進まない。特に萩原ね、進めたいところでね。そうですね、親なんです。上を狙っていきたいんですが、南南1、2、3、赤、まあ黙って跳ねまんならリーチしないか。難をあんこにした場合ですね、それでもね、ダマで跳ねまんですし、積もれば倍満10万点ということで。そうですね、ここは4万切るのかな。萩原一メンツできました。リャンウーパーソのヒントはあんまりないか。しかしパーソー2枚切れ、リャンソー1枚切れ、3万1枚切れ、4万かな。3色見る。いや3色じゃなくて、じゃない、天杯に向けてどうするかっていうね、うんうんうん、決断なんで、うん、やっぱり4万でしょうね。受け広くしとかないとね。2ピン数ピンとはいけないもんな。そうですね、受け入れられない牌を増やしたくないってことなんですね。ああ、やめてる。そうだ、引き気味ですね。いや、はい、引きましたね。完全に引いた。ああ、次だ。はい、堀がいいシャンテンになりました。ああ、萩原進んだ。おお、3万が2枚切れになったところ。なるほど。チーソーは1枚切れです。ここはつもぎりしたと。まさかここでアンコ落としするとはね、思わないもんね。そうですね。おいおいおい、何枚切るんだよ園田君って。久渡老朽層がね、うん、完全インシャンテン系になっちゃった、堀は1300、2600つも上がりで3番手に上がりますので、ピンフはつけたいんですよね。何切りたいね、まあ、でもリーズもタイヤは赤とかでもいいし、何切りますか。そうなのよ、うん、だから赤ウーマンとか重なることもあるんでね。なんだ、うわー、うわー、もう園田間に合わなかった最後の急走。落としかけていた園田。いやもうだけど現物しか切らないですよ。そうですね、ええ、さあ久渡に南ドラさん赤赤1万2000の天杯です。南南でしょ、はい、あ、失礼、ダブ南ドラさん赤赤ですね、1万2000の天杯です。いや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 、いやこれ危ない、明らかに危ないね、堀の手は。目いっぱいに受けた。どうにか3番手になるために1326の可能性を見ていったんですが、はあ、これパーピンチーピンかな。ちょっとリャンウソンも打てないんでピンフになる可能性も我慢してパーピン切るかな。だけどラス目だからな。そうですね、
うわこれ難しい。ここで降参したら萩原がどのくらい連チャンしてくれるのかというところもありますね。ああそうですね、パーピンチーピンですよね。パーピン外して一旦おとなしく久里の現物を打っていった。萩原なんだ6万、ダブナンポンの久里には6万が通っている。あるのこれ老朽層。園田が1枚持ってますよね。旧層1枚残ってるのと老層が2枚ありそうです。そんなにあるの。ありそうです。ありますね。はい、しゃー老層2枚旧層1枚。じゃあ積もりそうだね。何貫するかな引いたら。ワクワクしますね。そしたら倍満確定になるじゃないですか。はい、もう10万点目指して目いっぱいに行ってほしいファイトクラブのファミリーはそんな気持ちいいかもしれません。ファイトクラブにとってはファイトクラブアーミーにとっては答えられないゲームになりましたね。そうですね。まあこの、倍満10万点にならずとももう跳ね満でも上がった時点で自身の記録を塗り替えることになります。佐々木さん、はい、98,200。はい、レギュラーシーズンでの記録は94,000点でした。それで個人タイトルを持っているのにまだ取らないか。もう把握縛ってリーチだ。2ピン3枚切れ、はい、ウーピン出たばっかり、はい、しょうがない。はい、リーチしないと着順回復に点数が足りない。リーズもタイヤをでもなんなら足りない、8はまだあるな。ウーピン2枚、ウーピン2枚あるね。ありますね。これはリーチするとリーチ単野を直撃でも足りないんですね。一発ツモか、はい、ツモ裏ですね。はい、ツモに一発か赤か裏がついてくれば。こんなに苦しい掘りは初めてかな。やめた。天杯を取らない。なんて冷静なんだろう。ここは冷静に行きました。じっくり時間をかけて。うわーツモる。さあ記録を塗り替える上がりになりました。ダブナンドラさん赤赤3,000、6,000、10万点には、わずかに届かずとも98,200の大トップ。自身の今シーズンの記録どころか M リーグ通算の記録を超えてきました。M リーグ新記録ですか。はい、新記録です。まあレギュラーシーズンではないので、ありがとうございました。参考記録になるかもしれませんが、はい、昨シーズンですね、魚谷選手の94,400点というのがありましたから、はいはい、それを塗り替えていきました久里。ここで超ビッグゲームになりましたね。